What's up, everyone? Welcome to part 35 of my playthrough of 13 Sentinels. Now, let's get into it. してまたおかしな夢でも見たか？やめろよ。君は僕にしか見えてないんだろう。君は何なんだ？489合成人格だと言ったろ。それじゃわからないよ。まあビデオでも見て落ち着けよ。誰が見るもんか。君は僕を記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない？別の誰かの記憶を植え付けてる。別の誰かじゃない、重郎の記憶さ。君の記憶なのか。僕とは別の泉重郎。年齢はお前より3倍も上のな。やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。如月さんなんだけど。うさみちゃん？いつもどこに行ってるの？どうして？尾形くんが探してた。本当？レンジくん、うさみちゃんのこと教えてくれる？時坂神社で待ち合わせてるらしいんだけど。時坂神社、お化けが出るって噂のあの神社？神社、僕も前に何かあったぞ。ダメだ、思い出せない。あ、逃げられないぜ。やめ。ジュロ、帰ろうぜ。またね。うん。さてと、帰ろうかな。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか？やめろよ。君は僕にしか見えてないんだろう。君は僕を記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない？別の誰かの記憶を植え付けてる。別の誰かじゃない、重郎の記憶さ。君の記憶なのか。僕とは別の年齢はお前より3倍も上のな。君は何なんだ？489合成人格だと言ったろ。それじゃわからないよ。まあビデオでも見て落ち着けよ。誰が見るもんか。
バリ、騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうか、もう一度試してみるか。誰か探してるの？おう、クラベ。キサラギトミどこ行ったか知らねえか。尾形君、キサラギさんは時坂神社に行ったみたいだよ。何？本当か？あいつ。待ってよ、僕も行くよ。確かめたいことがあるんだ。好きにしろ。この道、確かに来た。何か見たんだ。思い出しかけてるのに出てこないな。大型、貴様。おい肘山、俺のこと好き放題しやがって。俺が忘れたと思うなよ。もう一度痛い目に会いたいようだな。そいつはどうかな。尾形君、キサラギさん探すんじゃなかったの？そういや、そうだ。遊んでる場合じゃねえ。なんだと？悪いが、相手はまた今度だ。勝手なことを抜かしやがる。おめえはなんでここにいるんだ？沖野を探してたんだ。沖野がどうした？沢渡さんに聞いたんだけど、如月さんは男の子と待ち合わせてたみたいだよ。何？あいつと二人で？沖野って沖野司？なんだ、貴様知り合いか？そうじゃないけど、沖野司、夢に出てきた名前だ。同じ人だったりするのかな。如月のやつ、あいつと言ったのか。おそらくあそこだろうけど。知ってるのか？ああ、そんなことを話してたからな。ところで貴様、時間旅行の操作はできるか？え、お前も使えねえのか？やっぱりここだ。ここで何かあったんだ。何だったっけ。そうだ、ゴミ置き場に何か運んだぞ。ゴミ置き場に死体が。何言ってんだ、バカを言うな。おこいつは。おい、手を貸せ。人間の格好してるが、こりゃロボットだぜ。玉尾さんだ。なぜ玉尾さんの姿をしてるんだ。玉尾、クラベ、玉尾。クラベ玉尾ってばあちゃん。いや違う。しっかり遅くなったな。いやいや、遠回りがなんだ。あの映画が手に入ったんだ。急いで帰ってみるぞ。こんなことになって残念だ。地下から出すべきではなかった。
やはりお前か。助けなければよかったよ。脱出の妨げになるものは排除する必要がある。うまくやってるつもりだろうか。ミウラにはバレてるぞ。そうかな。彼が学校で記憶を消したのはお前から記憶を隠すためだ。悪あがきだ。チッ、森村が手配したな。なんだこれ、人間じゃない。人形？おかしいな。じゃあさっきの話し声は。動くな、クラベ十郎。頭蓋を砕かれたくないだろう。もうこのボディは5分持たない。だがお前のナノマシンに移るには十分だ。これで最後だと思ったが、俺はついてる。何やってんだ、十郎。あれ？君は誰？なんだよ。俺はお前の親友だろ。忘れちゃ困るな。ああ、そうか。そうだった。し、バック。そうだ。警察に連絡しなきゃ。襲われたんだ。襲われた？おいおい、何の話だよ。あれ？こんな人形に襲われたってのか？お前これどっから持ってきたんだ？こんな道端に転がしといて、車が事故でも起こしたらこっぴどく怒られるだろう。そうだね。そこのゴミ箱にでも突っ込んでこうぜ。あれ？なんかほら、ボケっとすんな。片付けるの手伝ってやるから、ちゃんと抱えろ。あ、うん。If you enjoyed the video, smash that like button. If you want to see more, subscribe.